西武 D15 系ディーゼル機関車西武 D15 系ディーゼル機関車は西武鉄道のディーゼル機関車である D15D16 の2両が存在しそれぞれ異なる経歴を持つかつて三菱マテリアル専用線で使用されていたディーゼル機関車日本車両製造で1969年に製造された1996年の貨物営業廃止により 秩父鉄道に売却され、以降は、広瀬川原車両基地の入れ替えに使用されている。西部廃島線小川駅から伸びるブリジストン、東京工場専用線の入れ替え機関車として、日本車両製造で1969年に製造された。同所の規格系入れ替え機関車で、各地の専用線で見られた形の機関車であった。1983年のブリジストン。 専用線廃止に伴い、西武鉄道に譲渡され、D15 系、D16 となり、D21 系、D22 を置き換えた。西武の旧型電気機関車標準のローズピンク塗装で、主に東横瀬駅、横瀬駅、横瀬,横瀬車両管理所の入れ替えに使用されていた。本線を実装することはなく、東横瀬横瀬間を移動する場合は、他の電気機関車に牽引されての改装であった。 1996年に西武鉄道の定期貨物列車が廃止されたことで、同年11月5日付で除籍となったが、以後も横瀬車両基地に留置され、保存車などのコーナ内ー入れ替えに使用されている。ありがとうございます。